最悪の魔王ディープブリザードのレディオクローゼット。我は最果ての魔王ディープブリザードである。この番組は絵に関する疑問質問お悩みに魔王目線でお答えするラジオ番組である。この番組を聞いて少しでも週末のお絵描きが楽しくなってほしいなと、毎週金曜のお昼更新をしておるのである。というわけで本日ラジオ投稿が夜になってしまい大変申し訳ありませんでしたなのである。理由を説明させてくださいなのである。このラジオ番組はな、いつも朝の6時とか7時ぐらいから収録を始めて編集して投稿するというのをやっておるのであるが、今朝は朝から最果ての地のな、向かいの山で森林伐採が始まってしまい、ゴゲゲゲゲガガガガガギギギギバッサーみたいな音がもう小玉のようにやってきてな、山彦のようにやってきてな、今もちょっと聞こえとる気がする。それをどうにかしたいと思ってちょっと音が止むまで待っておったんだが、なんとかちょっと落ち着いたタイミングなので今のうちに収録しようとやっておる魔王なのである。もし聞き取りづらい点などあったら大変申し訳ないのである。ではな、今回も皆からいただいたご質問にお答えしていこうと思うのであるぞ。ラジオネーム山田弁太郎殿からいただいたのである。ありがとうであるぞ。魔王様こんにちブリザード、いつもためになる動画を配信してくださりありがとうございます。私は2年ほど前から絵を描き始めているのですが、自分の絵が嫌いで嫌いで仕方ありません。絵を描くこと自体は好きなのですが、描いているうちにだんだんと自分の絵の稚拙さに苛立ちを覚え、完成しても満足感も愛着もありません。 SNS に上げたりしていますが、良い反応をくれた人に対しても気を使ってくれているんだなと本心から喜べません。自分の絵を好きになれればもっと上達も早くなれるのかもしれませんが、どうやって好きになればいいのか全くわかりません。他の人の絵は好きにもなれるし尊敬もできるのですが、もしよろしければご意見をお聞かせいただけないでしょうか。よろしくお願いしますとのことで、そうであるな、多分自分の絵が嫌いだとか苦手だと思っておる方たくさんいるのではないかと魔王も思っておるのであるが、まずは結論からお話をさせていただこう。山田殿はご自身の絵が大好きである。なんで私は嫌いで嫌いで仕方がないって言ってるのにって思うかもしれないが、本当に嫌いだったら絵を描かなければいいのであるよ。なぜそこまでして嫌いな絵を描き続けておるのであるか。それは自分の絵を好きになりたいから、もっともっと上手くなって自分の絵を好きになりたいから努力されておるのではなかろうか。もちろんその上でうまくいかない、想像していたものと違うものができてしまった、想像していた完成度とは程遠いと悩んだり悔しい思いをされておるからそのように見てしまうのであるが、それは裏返したり角度を変えてみれば、もっとこうすればうまくなるのにとか、もっと自分はうまくなりたいという強い思いがあるからこそ、今自分の絵をそこまで厳しい目で見ておるのだと思う。だからこそ自分の絵を嫌いだ好きになれないと思い込んでおるのはもったいないし、それは辛くなってしまう。他の人の絵を見て尊敬しておるとか好きになれると言っておるが、それは逆に言ってしまえば逃げなのだよ。自分の絵が上手くなるのを放棄して、あの人は上手くていいな、あの人は努力しなくてもこんなに上手いんだなと、どこか自分が絵が好きにならなくていい理由を探しておるようにも見えてしまう。だから別にこれまで通り絵を描いていいと思うし、これまで通り自分の絵の嫌なところを見て嫌だなと思う気持ちになってもよい。でもその裏側には、私は自分の絵が好きになりたい、私は絵をもっと上手くなりたいんだ、
という気持ちがあることを忘れないでいてほしい。その気持ちを持って自分の絵に厳しく向かえておるということは、とても誇り高いことなのである。かくいう我も自分の絵というのは本当に嫌いなところはたくさんあるのである。全然かっこよく描けないし、デッサンが甘いところもたくさんあるし、思った通りに描けた絵なんて年に1枚2枚あるかないかのレベルで、いつも失敗したなとかうまくいかなかったなと落ち込んでしまう。じゃあなんで魔王は描き続けてるの？と問われるのであれば、我はまっすぐにこう答えよう。うまくなりたいからである。自分の絵をもっともっといいものにしたい。目指していたゴールに到達したとしたら、すぐ次のゴールが見えてくる。その遠くにあるたくさんのゴールを一生かけて我は目指していきたいと思っておる。だから我は自分の絵が嫌いだと苦手だと分かっていても、でも描き続ければ好きになれる、好きになれる要素が増えていくということを信じて、我は毎日筆を取っておるのであるぞ。だから嫌いだ嫌いだと思うのではなく、この絵はもっと上手くなれるんだと信じてあげることが大事だと思う。決して上手い絵だと嘘をつけと言っとるのではない。できないところがあるのであれば、それを克服する、上達するための修練を積もうと、ポジティブに考えれば良いのである。なので山田殿は、自分の絵が嫌いだということはとても誇り高いことなのだと思って、その気持ちの捉え方を少しだけ変えて絵を描くのを努力してみようなのであるぞ。いかがだったかの？皆からの疑問質問お悩みは、この動画のコメント欄、公式サイトの質問フォームから、そしてツイッターでハッシュタグシャープレディクロでつぶやいていただければ、魔王がお答えするのであるぞ。ではまた次回、お絵かきしながらお会いしようなのであるぞ。ご視聴誠にありがとうなのであった。よろしければ高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。